全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた地盤の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、4番ミレニアムマシリカ、この馬が行きました。2番レップーザ、譲りません。その後は15番トーマン・ヘーマス、5番スカーレットキング、好位をキープ。10番武蔵野エーリー、各馬1コーナーを目指します。少し差が開いて9番セレスティアル、内側8番マム、外を抑えて16番レールガン、18番コバの木になる、この辺りが中断。14番レオノラブソング、そのうち1番 UUシック、17番コバの赤い糸、これから向こう上面に入ります。少し差が開いて3番雪のシルビア、1馬身空いて6番テイソウラ、1番人気7番ハロウィンドラゴン、この位置。1000m の通過タイムは1分0秒2。外から13番ムッシュフワーメン、内側11番ハワイツイスト、12番ホールドサンキュー。後方冬の東京競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上。先頭は2番レックーザ、後ろに15番トーマンヘーマス、5番スカーレットキング、好位をキープ。5馬身空いて4番ミレニアムマシリカ、続きまして10番武蔵野エーリー、各馬大けやきの向こうを通過。少し差が開いて9番セレスティアル、内側8番マム、外を抑えて16番レールガン。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ正念場の直線、レックーザまだ粘っている。レックーザ頑張る。400を切って先頭レックーザ、そしてトーマンヘーマス、わずかに先頭はレックーザ、迫るトーマンヘーマス。残り200を切ったトーマンヘーマス、いい足で伸びてきた。逃げる逃げるトーマンヘーマス、スカーレットキング、伸び足はどうか。トーマン・ヘーマス堂々とゴールイン。勝ったのはトーマン・ヘーマス。鞍上は岩田未来騎手。トーマン・ヘーマスブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着ミレニアム・マシリカ、その後3着スカーレットキング。